届けしましょう。はい、まずはですね、茨城市内にありますファミリーでこの夏楽しんでもらいたいというですね、施設を紹介します。それではご覧ください、どうぞ。夏の楽しみといえばやっぱりプール。そこで今回は杉原さん親子が茨城市内にある魅力的な施設を紹介してくれます。2人が訪れた施設はこちら、茨城市立西川原市民プール。国道171号線近くにあるこちらのプールは、夏の期間だけ営業している屋外プールと、年中営業している屋内プールがあり、お天気が良くても悪くても楽しめる施設なんです。まずは屋外プールにはどんなプールがあるか、インストラクターの橋本さんに聞いてみました。子どもさん向けには水深浅めの幼児用のプールと、あと滑り台があります。はい、この夏親子でプールデビューをされようと思っている方にもおすすめです。で、夏プールの目玉として、リバーライド、浮き輪を使って滑るスライダーと、普通に滑っていただくスライダーですね。目玉の、あのスライダーはスピード抜群なんですよね。はい、チューブを使って滑りますので、かなりのスピード感で楽しんでいただけると思います。追加料金もなしで滑っていただけますので大丈夫かと思います。そうなんです、目玉のスライダーはスピード感もあり、追加料金などなしで何度でも楽しめます。その他、屋外プールには一周およそ190メートルの流水プールがあり、建物の下を通り抜けたり、大迫力の滝やウッド調の架け橋などがあり、リゾート雰囲気を味わいながら楽しむことができるんです。屋内プールは一年中温水プールなので、いつでもプールを利用できます。こちらは初心者から上級者まで幅広く利用することができる7コースを設けた25メートルプール。そしてお子さんが安心して楽しめるスライダーや幼児用プール。泳ぎ疲れた後はゆっくりと体を癒すことができるジャグジープール、スリーピングプールがあり、親子連れや年配の方にも楽しんでいただけること間違いなしです。夏限定の特典もあるんですよね。はい、屋内プールと屋外プール両方行き来していただけます。それと屋外プールをご覧いただける食堂もオープンしております。平日の4時以降には半額でご利用いただけるスターライト4もやっております。ぜひこの夏はスライダーも乗り放題のこちらのおすすめのプールに家族皆さんで遊びに来てください。あれ、本当に市民プールみたいですね。いや、僕も見て驚いたんですけど、いや、私が子供の頃行ってたとこなんてもう本当にもうただただ泳ぐだけの、まあ、25メートルプールでしょ。今すごいのがウォータースライダーとか、ね、スリーピングプール、そうそうそう、でチューブに乗って滑るようなリバーライドっていうのがあるんですって。あら、リゾート地じゃないですか。そう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 、これすごいですね。ちっちゃい子供さんも楽しめる幼児用のプールもあって、本格的にも泳げますし、めちゃくちゃ水遊びもできますし、うん、これいかな損ですよ ね。なんとね、すごいのが、はい、まあまあ、これ屋外プールは9月10日まで営業してるんですけれども、はいはい、平日ですよ、午後4時以降は半額で、うん、ね、入場できるんです。はい、詳しくはですね、はい、西川原市民プールにお問い合わせいただくかですね、はい、ホームページで確認ください。